こんにちは。株式会社カーコンセントコストの矢野浩二と申します。今日は BMW640i グランクーペのご紹介をしていきたいと思います。はい、この BMW のですね、640i ということなんですけど、6シリーズというとですね、やはりクーペのスタイルをイメージするかと思うんですけど、まあ、当然その2ドアクーペというのがですね、ベースにあって、この640のグランクーペっていうのはですね、横から見ていただくと分かるんですけど、このスタイリング的なものはですね、クーペスタイルなんですけど、ドアが4枚あるという感じになっていると思います。でこれがですね、BMW であると640のグランクーペになりますし、例えば、メルセデスベンツでいうと、CLS なんかもいわゆるそのクーペスタイルということになっているかと思うんですけど、クーペのスタイルをこうキープしながら、利便性もこう得てしまおうというような感じになっているというイメージだと思いますね。で割とですね、このルーフ自体がかなり低いあのルーフになっています。で後からですね、中も乗ってみたいと思うんですけど、ルーフが低いんですけど着座位置も結構低いので、車をですね乗った感じでのその頭上のスペースなんかも割とあるというところも、この640のグランクーペの一つの特徴ではないかなというふうに思っています。で色がですね、アルピンホワイトという色合いになっておりまして、まあ、BMW といえばアルピンホワイトというですね、こだわりを持たれている方も結構多いんじゃないかなというふうに思ってまして、そのあたりもですね、一つのこうセールスポイントになるかなというふうに思っています。で程度をですねちょっと見ていきたいと思うんですけど、このですねライトがですね非常に綺麗、特にその全然、まあ、一般的にあるこう曇りとかですね、まあ、そういったものがなくて、磨きの必要とかが特にないかなというふうに思っています。あとこのメッキの部分なんかもですね非常に綺麗な状態を保っているというのは、加点ポイントかなというふうに思いますね。で横の方見ていきたいと思うんですけど、ガリ傷がですね、前の方にはこのようにありまして、これはですねもう全部塗った方がいいかなというふうに思いますね。で横見ていきたいと思うんですけど、あこれもなかなか来てますね。これはですね、このアルミの部分がですねこういうふうに腐食していくんですけど、これはですねいろんなこう溶剤があって、もうあらゆる車屋さんとかがですねこれをどういうふうにしてきれいにしようかというふうにですね、この試行錯誤するところっていうのがあるんですけど、うちではですねこれを一応全部そのきれいにこの磨いてですね、目立たないようにするっていうことができます。ですからこのあたりもですね一応そのきれいにするということを前提に、考えていただければいいかなというふうに思いますね。で横から見てもですね大きくその傷とかもなくて、塗装の状態は非常にいいですね。マイナス点特にないかなと思います。と後ろのですねこのあたりも少しだけこう枯れ傷があるような状態ですね。でタイヤの目がですね、後ろがどうですかね、これで8分山ぐらいありますね。前ちょっともう一回見ましょうかね。前がですね、7分山ぐらいの感じですかね、ぐらいの、目があるという状態ではないかなというふうに思います。ルーフもですね非常に綺麗に保っているかなというふうに思いますね。と後ろを見ていきたいと思います。後ろもですね、まあ、こういうのクリアランソナーとかが後ろについているので、まあ、なかなか車をぶつけるということがね未然に防げるというところもあるので、なかなか、傷がついている車も少ないんですけど、こちらもですね、綺麗な状態を保っているかなというような感じですね。はい、運転席側の方ですね見ていきたいと思います。ここも来てますねなかなかいい感じで、この M スポーツのですね19インチのアルミがついてるんですけど、ここは綺麗にしたいですね。だから4本とも、ホイールのリペアはしていった方がいいかなというふうに思いますね。このホイールのリペアっていうのはかなりの確率でですね弊社でもやっておりまして、
1本あたりですね、このレベルだいたい1万8000円ぐらいで一応直すということをやってるんですけれども、これもですね1万8000円というと割と金額的にはリーズナブルではないかなというふうに思ってるんですけど、どういうふうにするかというとですね、ここの部分をですね一遍こうタイヤのチェンジャーので一回こう全部落とすんですよね、ポンと。そしたらここが出てくると思うんですけど、ここの横のガリ傷の部分っていうのをパテ埋めして塗る、で最後また戻すというやり方をしてるんですけど、これをですね一回一回全部外してもうタイヤから全部取ってですね、でもう一回組み替えるってやってくると、そのタイヤの組み替えの工賃とかも発生してくるというところがあるので、その分をですね少しでもこう軽減させるということで工賃を少なくすることができるという工夫をやっております。でそういったですね、やり方でリペアというのをやってるんですけど、これも必要かなというふうに思いますね。ここもやっぱ同じようにですね、環境的なものもあると思うんですけど、やっぱり腐食してますね。ここ見ていただくとちょっといいですか、動画映るかな、ここ結構綺麗じゃないですか、わかるかな、ここ汚いですよね、わかります、この状態ぐらいには綺麗にするとなるかなって思いますね。で中にはこれをそのこういうふうな腐食をまたしたくないということもあって、ここの部分をですね黒く塗る方であったり、ここの部分にフィルムを貼るという方もいらっしゃいます。まあ、そういうふうな方法で、ここのですね、部分をよりきれいに保つということをやることも可能かなというふうに思っております。後ろもですねやっぱりガリ傷なんで、やっぱり4本やった方がいいですね、4本全部やりましょう。まあ、それをやって、全体的な車の満足度を上げるっていう感じですね。外装でいうとこの塗面はすごく綺麗なので、こういったアルミの部分の腐食とですね、ガリ傷、ここを綺麗に直すことによってかなり満足度が上がるかなっていうふうに思いますね。だから一昔前の BM だとよくあるこのライトのこのくすみとかですね、こういったものをどうするかっていう課題があるんですけど、これは今のところそういうところがないんで、このあたりをアルミの部分っていうのをきちんと抑えることによって車の価値としてはグッと上げることができるかなというふうな印象ですね。はい、内装の方ですね見ていきたいと思います。シートがですね、まあ、もちろん本革シートになってまして、これはもうコンフォートパッケージということになっているので、 M スポーツのですねいわゆるこうコンビシートみたいな感じではなくてフルレザーということになっています。でパンチングレザーを使ってまして、このあたりもですねあんまりこうやれ感っていうのが出にくいような感じかなというふうに思いますね。でシートはですねもう全然こうこのシワとかですねそういったものが出にくいこうシートの素材ということもあると思いますので、まあ、ここは全然問題ないかなっていうふうに思いますね。でちょっと乗ってみたいと思います。で内装のですねこういった深い木目調のパネルというのが選択されている感じになってますね。でそうですねこれは何でしょうね、その車の乗った感じですね、その特にこうハンドルの擦れとかもないし、全体的にはですねこうなんていうのかな、マイナス点ってないんですけど、ここが結構ね一つのなんですかね、こう課題かなと思うんですけど、なんとなく、まあ、当たり前なんですけどこの経年劣化っていうのを感じてしまうところがあるのが、例えばこういったスタートボタンのですねところが少しこうなんか剥げてるような感じ、スタートストップって書いてるんですけど、こういったことがですね少しずつ多分マイナス点として出てくるのかなと思うんですね。あともう一つはですね、これタバコの匂いとかっていうのはもちろん全然ないんですけれども、なんとなくですね、匂い的なものがですね
その車の新車から差し引かれたところで何かその匂う、変な匂いじゃないんですよ。だから普通に乗ったら匂うんですけど、中古車であったとしてもこのなるだけその使用感がない状態が一番ベストというふうに思うと思うんですけど、割とそういう車をこう高級車として乗られる時っていうのは、価格自体もですね、ある程度安く買うことができたとしても、その満足感って欲しいってやっぱ思うと思うんですよね。ですからこれはですね、あの私の感性的なところで言うと、これをあのよりリセットしたいという時にですね、この光触媒を使ったような中のそのクリーニングと消臭、これをですねやるだけでも全くイメージが変わるかなっていうふうに思いますね。あと、まあ、そういったその細かい部分、特にその車としての期待値が高いっていうところが高級車になりますからあると思うんですね、まあ、その部分をこう埋めていく作業っていうのをですね、この車に関してはしていきたいかなと。これがその目に見える大きなこの傷を直しますとか、あのこのここをリペアしますとかいう内容ではなくて、どちらかというとその細かいディティールの部分ですね、こういうところを直していきたいかなというような感じがしますね。はい、ちょっとこれでエンジンをかけてみたいと思いますね。ここにありますね。うん、まあ、今走行が43,600キロと44,000キロ弱というところなんですけど、あのエンジンかけた時のですね、フィーリングっていうのは全然振動もないですし、あの全くこれに関してはマイナス点がないかなというふうに思いますね。吹き上がりに関しても全然問題ないかなというところです。でここのですね、モニターがかなり10インチ以上のモニターがあの最初からついているというところもありますので、結構使い勝手はいいかなと思いますね。ナビ画面にちょっとしてみましょうかね。ナビゲーション、まあ、目的地設定とかいうのをこういう形であの住所とかですねいう感じでこうやっていくんですけども、まあ使い勝手とそのいわゆるこう解像度っていうのは割と高くなったなと思いますね。結構使いやすい感じではないかなと思います。はい、リアシートの方ですね、乗っていきたいと思います。まあ、ここが結構大きなポイントですよね。家族会議にかけられた時にこの低い車は大丈夫かというところになると思うんですけど、まあ結論から言うとですね、後ろの広さは十分だと思いますね。6シリーズの一昔前のですね、平成20年式ぐらいの6シリーズの2ドアとかだと、後ろはですね BM のあの3シリーズのクーペよりも全然狭いというところだったんですけど、このグランクーペっていうのはですね、さすがに4ドアを使って、よりこうバランスのいい一つのこう提案というのを BMW としてしてるなというふうなところがあって、フットスペースも十分にありますし、こう実用性としては低くないかなというふうに思いますね。ただその4人乗りに限定してるっていうところがありますね。真ん中がもう全くありませんから、まあ4人乗りというふうになってくるので、そこの部分だけがどうかなというところなんですけど、だいたい統計を取るとですね、ほとんどの場合が前に1人で乗る確率っていうのがもう 80% ぐらいあって、隣に乗る確率が 10% ぐらいあって、後ろに乗るってなってくると、まあ1ヶ月に何回かあるかなみたいな乗り方をされている方も割と少なくないと思うんですね。3人家族とかぐらいだったら十分あのこの車を家族の車としてあの使うっていうのもありなのかなというふうに思いますね。で一応その後ろの座席もそのエマージェンシー的なものっていうふうな位置づけではなくて、きちんとこういうそのシートヒーターなんかもついているというところもありますから、後ろもですね快適に乗っていただけるというような感じになってます。で真ん中にですねこのように、物入れと、あとこういったですねカップホルダーもついてるということもありますので、まあ、こうやって4人でドライブをするというようなですね使い方も想定されているというような感じですね。
トランクスペースを見ていきたいと思います。トランクスペースもですね、奥に結構広く取れるというところがあって、高さもですねそこそこありますから、大きさとしては十分な大きさを確保されてるんじゃないかなというふうに思いますね。まあ、3シリーズと比較しても全然問題なく、こうサイズ的なものも含めてですね使えるというところもあるので、実用性に欠くということは、この見てる限りではないかなという感じですね。はい、エンジンルームをですね見ていきたいと思います。エンジンルームもですね非常に綺麗な状態に保ってますね。こういうカバーも黒々と光っているような状態でありますので、印象的にもすごくいいかなというようなところですね。3000cc にはなるんですけれども、こう車をですね乗っていく中では、後から試乗等もさせていただきたいと思うんですけど、必要十分なパワーというのもありますし、車っていうのはそのパワーだけではなくてバランスっていうのも非常に必要かなというふうに思ってましてですね、特にこのグランクーペっていうのはどちらかというとそのグランドツーリング的な、こう郊外を高速でも流すというようなですね、そういった日常ユースでの優雅さとか、その中にちょっとしたスポーティーさっていうのをこう演出するというところがあろうかと思うので、そのニーズはですねしっかりと満たしていただけるような、そういった車のこうスペックというのを持ち合わせていると思いますね。はい、それではですね走らせてみたいと思います。ちょっとねあいにくの雨というところなんですけども、今からですね、このグランドツアラー的なですね、要素も非常に強いということもありますので、都市高速をですねちょっと乗ってみたいなというふうに思ってます。こういうですね、個人的にはですね、こういうこの入り口のところでこのマニュアルモードに入れてですね、ちょっと今スポーツモードにしましたけどね、でこう、ああいいですね、聞こえますかねこれ、感じがめちゃくちゃ気持ちいいですね。3リッターのですね一応ターボということになるんですけど、すごくこう割と高回転をですね回すことでそのパワーを出力していくっていうですね、そういう感じのところになると思うんですけど、こう上がる時のですね回転が上がる時の音がすごいいいですね。最高ですねこれ。今スポーツプラスモードになっているので、横のですねトラクションコントロールっていうのを少しこうオフにしているような、状態になってるんですけど、それでもですね挙動がすごくこう安定しているというところがあるんで、怖さを感じないかなと思いますね。一昔前のマセラティとかっていうのがですね結構高速とかで、パワーがあるけどバランスがちょっと良くないというところもあって、ちょっとアクセルワークを間違えるとコーナーでくるっと回るっていうのがですね本当に冗談みたいな話ですと結構あるんですよね。それがこの BM の6シリーズとかになると全くそういう心配なく、こういう雨の日でもそこそこアクセルを踏んでも心配なくこう乗れるなっていうのはいいですよね。やっぱね回転上げていくと楽しいですね。でこの先とかがですねもう分岐になってコーナーになってるんですけど、個人的にはですねこういうコーナーとかをこのシフトダウンしながら回っていくっていうですねいうのが、こういう車を乗ってる時のなんかこう醍醐味っていう感じがしますよね。
今6速から今5速、4速、3速でクリッピングを取ってアクセルを踏むっていう感じでね。いや楽しいですね。5000回転、6000回転をですねこう使いながら乗っていくっていう感じですかね。このパドルをですねうまく使って乗るといいかなと思いますね。と車が多くなってきたのでオートマモードに変えて、今のスポーツプラスからですねここに今スポーツモードという形なんでね、次に、コンフォートという形になってます。そしたらエコっていうのは、あ、エコプロってやつもありますね。一応これでこう最も燃費効率がいいというですね、感じにもなります。まあ、普段の街乗りで乗る限りではこのエコプロとかあのノーマルのですね、モードを使われたらいいかなっていう感じですかね。今ですね、まあこのももちというところをですね今通ってるんですけど、これがまああのヒルトンのシーホークで、ここにねあの福岡ドームがあるんですけど、ヤフオクドームですね今言ってるのが。明日もちなみに今余談ですけど、あの ヤフオクドームにですねあのナイター観戦にちょっとこう野球行くんですけど、初めてね家族で野球を見に行くっていう、ね、お客さんからチケットをもらってなんかすごくいい席みたいでですね、まあ、楽しみなんですけど、まあ、こういうですね、まあ、福岡って今環状線でこう一周こう回れるような感じになってるんですけど、こう意外とこじんまりとしてるんですよね。だからなんかこうドライブコースでこれ一周回っていくと会社の方までこう回っていって、こうあの福岡市内をこうくるっと回るような感じになってるんですけど、そのまま海の方に行くと、糸島とかですね、もう今もうカフェとかいろんなとこお店が出店されたりとかして、あのかなり20年前とは全く違うようなですね盛り上がりを見せているこの糸島っていうところで、こう海沿いをですねこうドライブするコースなんかもあって、車を所有してこの楽しむっていうのにはすごくこういい環境じゃないかなっていうふうに、他の地域にですね行ってみたり住んでみたりしないとなかなかわからないところではあるんですけどね、まあ、そういうこうところを今走ってるんですけど、なんか普段からですね街乗りと渋滞とっていうだけだとなかなかその車をこう走らせて楽しむっていうことがですねこう限定されてしまうところがあると思うんですけど、結構ねそういうふうなこう環境的なところでこうやってドライブ楽しめるっていうのはいいなという感じがしますね。ちょっとまた、モードをスポーツモードに変えてみましょうかね。でここにこう出るのがですねコンフォートから今スポーツというふうになってますね。だからこれ見ていただくとこのエンジンもそうなんですけどスポーツシャシーっていうふうに書いてますから、足回りもですね、このスポーツ走行に向けた形でセッティングできるというような感じになってますよね。で今、マニュアルモードに入れました。あ、やっぱりいきなり変わりますね。伸びやかに本当に加速していくような感じでいい感じですね。乗っててですねなんかその静粛感もあるんですけど、踏むとですね心地いい感じでエンジンサウンドがこう車内に入ってくる感じで、うるさくなくてですねあの大人のスポーツカーっていう感じがしますね。いや使いやすいですね。昨日ですねあのアクティブハイブリッド3というですねあのハイブリッドの BMW を乗ったんですけど、これに乗ってですね、まあ、さらにそのアクティブハイブリッド3の味付けっていうのも、あ、すごくよくできてるなと思いましたね。あれハイブリッドながらこの BMW のですね、このドライビングプレジャー的なですねあの BMW 独特の質感っていうのを保ってるというか、そんなのがすごく感じましたね。
本当にあの車もよくできてるなって感じがします。おお、いいですね。フェラーリとかとはまた違う感じのこの速度感というか音っていうのが車内にこう入ってくるのがいいですね。しかもこれドライブするときに4人の人が普通に快適な状態で乗れてこういうドライブを楽しめるっていうので、まあ、フェラーリとかだと2人しか当然乗れないっていうこともねありますから、まあ贅沢ですよね。新車の時多分1000万以上したと思うんですよね、まあ、その車がその中古になってそのある程度どうですかね、この今の日本車でいうとプリウスの G でいろんなオプションをつける、多分400万超えてくると思うんですよね。そういった車と大差ない金額で買えてしまうというですね、そういうのっていうのも価値観の部分にもなるかもしれませんけどね、僕はすごくいいなと思いますね。まあ、故障のリスクなんかもですね、もうこの6シリーズもすごくこうあんまり悪い評判というのは聞こえてこないですし、販売してもですねその変な故障でこう修理が入ってくるってこともほとんどないんですよね。なんで割とその安心できる感じなのかなっていうふうに思いますね。はい、いかがだったでしょうか。この6シリーズがですね、非常に買いやすくなったなと、こう選択肢として今まではなかなか届かなかった車っていうのがこう買えるようになったという中古車の醍醐味っていうのをですね、こう感じさせてくれる一台ではないかなというふうに思います。で、6シリーズは特にですね、やはりその絶対数っていうのはそんなにやっぱ多くないと、まあ、スーパーカーに近いというとはちょっと行き過ぎかもしれませんけど、少しですね、スペシャリティカーの中に割とこの4ドアであるというですね、いいとこ取りをしているような感じのですね、このコンセプトになろうかと思うんですけど、十分に、予算感で今まで買えなかったなというところがですね、手に入るようなところに範疇に入ってきたというふうに思われる方も少なくないんじゃないかなというふうに思っております。私自身もですね、実際乗ってみまして、もうね、高級車だからこそ気になるところあると思うんですね、まあ、ちょっとその仮傷とかこういった部分だとかですね、中のなんとなくなんですけど、このなんとなくっていうのが、特にその写真で見るカーセンサーとかグーネットとかそういったところで見たときに伝わりにくいんですよね。で、その見ると分かるところってあると思うんですけど、そのあたりの表現っていうのが非常に難しい。でそこがなんかともすればですね、なんかその話しすることによって車がよっぽど悪いんじゃないかなというですね、いうようなこう思いに駆られてしまうと、不安感が先立ってしまうというところがあるかもしれないんですけれども、中古車である限りはどっかしらの瑕疵っていうのがですね、出てくるというところがあると思うんですけど、そこの部分がですね、まあ、大きなものではなくてすごく小さいんだけども、そこを埋めることによって満足感がすごく高まるなと。でそれが高まることによって、よりその新車から安くなった中古車というのが、お得感を感じることができるというようなですね、いい循環というのが、この手に入ること手を入れることによってできてくるんじゃないかなというふうに思っております。ぜひですね、まあ、そのあたりも含めて、こういったことをやりますよっていう今課題の部分もですねお話しさせていただきました。まあ、それを前提にですね、お客様からのお問い合わせ等をいただければというふうに思っております。それでは皆様からのお問い合わせをお待ちしております。